こんばんは。うーいよいよ寒いよイン関谷、イン関谷ナスの方です。コーチの谷川です。よろしくお願いします。やってますよ、やってますよ。ストーンってことなんで、もうもう生徒と同じ気持ちになって今日はね、行くよ今日初だね。今回マジで。はい、こんばんは。バンとキャッチボール、走塁っていうところの基本的にその調子がない、波がないと呼ばれるものをまずしっかり自分たちで、ミスなくやっていこうっていうのが一つのテーマとなってまして、そして精神的にも大人になるような態度で4ヶ月を過ごして結果を出して、野球をやっててよかったと実感できるような冬にしたいと思います。うちの一つの特徴としてメンタルコーチって選手のメンタル面のケアだったり成長を促していくようなことが仕事なんですよ。私が3年ほど前からコーチをやらせていただいてるんですけども、やはりこう3年生最後の大会前とかになると自らこう選手を集めてミーティングをしたりとか、これが弱いのでこういう練習をさせてほしいとか、自分たちの力でやっぱ勝ちたいんだみたいな気持ちが本当に3年生とかになって出てくるので、怪我して2桁になってしまったのですぐ直して1番を取りたい。心の部分でどっか変わったとかってなってる？すんごい1年生の時にメンタルが今は良くなって強くなって、ちょっと見てキャプテン、俺目がすごい、ずーっとね、ずーっとこの目見てあげて、この目すげーいい目してる。自分がキャプテンなんで周り見ながら、キャプテン任せきりじゃなくて、自分もやるしかない。これすげーいい好き。どうもー、はい、来ました。ナサラボーイズキャプテンでーす。キャップ&キャップです。自分は勝つためにここに練習しに来てるので、絶対勝つことを意識してやります。あらした、はい、頑張って、イエーイ、イエーイ。ナサラボーイズのメンバー紹介でーす。はい、どうぞ。2年の生ちゃみじみです。2年の杉原かなたです。2年の佐藤俊樹です。2年の渡辺隆弘です。2年の鈴木蓮太郎です。2年のホルツソヤです。2年の小関哲です。2年の遠藤優です。2年の水岡一です。2年の金城弘です。1年の塚田拓です。1年の久保大成です。1年の阿部裕太です。1年の村上隆です。1年の伊佐幸太です。3年の岡山です。はい、3年の菊池ソロです。3年の斉藤由紀です。3年の宇都幕です。3年の柳井裕二です。3年の平俊斗です。3年の山川大輝です。3年の次の戦い頑張るぞ。よーどっかに切りましょう。そうですね、じゃあ切りますか。じゃあ最後子供さんに向けて何か一言何かありますか。もう時間がないので頑張ってください。どこの方向に行きたいのか決めてほしいです。やっぱお母さん、やっぱりお母さん、やっぱりお母さん、一番しそこ心配ですよね。そう、心配。はい、じゃあ勉強頑張ってください。勉強頑張ってください。はい
なんて言ったらいいのか、とりあえずもうもっとジャーを持って出かけよう。また始まっちゃったね。これ行きましょうか。行こうね。帰ろうね。ちょっと置いてっちゃうね。